電波あるのこれ。悪い。電波あるのわかんない。オッケー。あ、ファンタスティック。予約をしてベッドリー。オッケー。ベッドリーファンタスティックです。せーの、オッケー。電波あるかこれ。オッケー。これ待って。ここ。はい、電波があるかどうか。せーの、うわ、せーの、やばい。せーの、オッケー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 。何がオッケーなんだ。せーの、オッケー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 。電波ある。せーの、オッケー。電波ある。せーの、大丈夫。たぶん。せーの、オッケー。どうしよう。どこでもいいわよ。あたし。疲れてない。大丈夫よ。せいさんオッケー。うん。うるせえなさっきから。確かに。やっと突っ込んでくれた。ネックレスなんすかそれ。あ、ネックレスなんすか。お、さすが。うん。せいさんオッケー。ていうか、あのフェリッパー君、フェリッパー君、新人で、よろしくお願いします。明日手伝ってもらおうかな。あ、ありがとうございます。吸わないんですけど、タバコは、アイコス吸えます。アイコスはダメ。アイコスはオッケー。紙はダメ。紙はダメ。オッケー。お手洗いの方をまっすぐ行っていただいて、はい、のれんの手前右側に、のれんの手前を右で、はい、了解です。合点で、お読みの際、こちらのボタンを押す。あ、了解です。はい、はい、いいね、アイコス。じゃあそろそろハッピー脱ごう。絶対匂い付いちゃう。いやいや、カバンに入れる。カバンに入れる。セイさん、オッケー。すごいメンツなんだよ。セイさん、オッケー。ちょっとコメント見るのに、ほんのすぎる。メニュー。で、パン、パンが好きだね。うん、ネギ塩タン。あと、ハラミ。ネギ塩とハラミ。うん。あの、焼肉で僕おごるんで、皆さんアイテムお願いします。ごちそうさまです。ごちそうさまです。やめて。やめて。せいさん、ごちそうさまです。やめて。今日にリスナーさんにね、おごそかもらったの。アイテムお願いします。せいさん、ごちそうさまです。花子がだったら花子さん。俺が払う。で、払うで。いいってせいや、俺、相手もね。あ、うわ、タスティック。うわ、忘れちゃいやすさ。あれす。おーい。じゃあ、なんか、成熟はなんか、ネギ塩パンだって。あと、花火。あ、むずりちゃん、タスティックありやす。あー。むずりちゃん。だから、もう、ザーって言うで。主観で、いいの？主観で言うで。主観で？もう、俺の主観で。カルビとあれを頼めばいいんじゃないかな。カルビ、カルビ、ハラミ、主観でいくで。パン、うん、結構ご飯食べるもんね。うん、主観でいくで。キムチ、キムチ、うん、キムチ。せいさん、オッケー。何がオッケー。面白い、面白い。一人でなんでずっと言ってる。いやいや、テンション上がってるっす。はい。それネックレスなんすか。これ買ったのよ。それ何もしたんすか。これ15万マジで売ってるんすか。それほんまにいらんくなったら僕に譲ってください。よし、せいさんからのお下がり。これ吸い殻。あ、はい、これ吸い殻で。まこせんだね。そう、はい、ファンタスティック、ありがとうございます。ファンタスティックお酒入れます。ありがとうございます。まあ、ファンタ。あ、つくちゃん、あれっす。せいちゃん、楽しみ、山田。ファンタスティック、うわっ、すごい。ファンタスティックだね。おつけちゃうやつ。なんこれ、エグいな、止まらへんな。注文。あ、注文、はい。すいません、タン、2人前。どのタン。ネギ塩タン。塩タンで、こちらでよろしいですか。あ、極上のタン。極上で。和牛か、こちらちょっとアメリカ牛になるんですけど。あ、和牛の極上タン。極上タン。が、3人前で。3人前で。はい。それと、カルビ。はい、極上カルビが2人前。これは塩とタレ。どっちがいいですか。ん、塩とタレ。カルビ。カルビ。タレで。で、極上ロースが、タレで。タレで。これは何人前で。はい、これ2人前で。ちょうどよかったね、せいじ君。で、キムチ盛り合わせてあります。入ってなかったよ。タレで本当にいいかな。で、和牛ユッケが。ユッケ何行くですか。ユッケ俺いらん。いらん。ユッケ。ユッケいらん。あ、僕も大丈夫です。じゃあユッケ1で。
はい、塩とかで、ポン酢なんだけど、塩、うん、はい、嫁が今勉強するのに2人で、あと、極みホルモンが2人前、はい、いやめっちゃ緊張する。とりあえず一旦こんなもんで、あとお飲み物、お飲み物は俺はウーロン茶、ウーロン茶、ナナヤは私もウーロン茶で、ウーロン茶、ウーロン茶で、ゆずソーダみたいないでしょ、ないです、ないね。じゃあ飲むの、ウーロン茶読んで、はい、あ、そうだ、お酒飲まない、一旦これでお願いします。白ご飯いります？白ご飯はビビンバ、ビビンバで、あ、大盛り、白ご飯大盛りない、僕も白ご飯大盛りで、大盛りを、僕白ご飯中で、中で、はい、中を一つ、大盛り、大盛りビビンバいいやん、いや、中で、うわ、10個ありがとうございます。うわ、10個イベント中なんだね。そう、どん作るわ、すごい、あ、じゃあ、どん作るわ、すごい、どん作るわ、すごい、1位なんだ、どん作るわ、すごい、おー、どん作るわ、すごい、おー、作ったわ、本当に1位以外になったことあんのかな。やるよ、電話で負けたんです。うわ、どん作るわ、すごい、うわ、止まらね、10倍ないし、いいよ、どん作る、はい、ラスコイ、あ、どん作るわ、すごい、すごいね、あ、どうなんですか、いいよ、つくちゃん、投げてる人ってどういう人かなんだ、女の子、女の子、あ、やっぱ女子なんですか、そう、どういう感じ、男あんまりいないね、あ、そうなんですね、うん、逆に女の子たちが、はい、やっぱガチ恋さんとか、ね、ではなくて、お金持ちが多いんだね、吸いたい、そうあ、どんつか、すごいね、すごい、あ、ファンタジーとか、タスティック、あ、てんちゃん、うわ、すごいわ、あらららら、あ、タスティック、もう今日出させて、もうめっちゃ盛り上がった、ごちそうさまです、やばい、やばいよ、見て、もう、これ、うわ、今はぁ、ごちそうさまです、追加してやめようかな、やめたほうがいいよ、やめたほうがいいよ、俺も TikTok 行くんやめようかな、もうね、俺おごるから、ごちそうさまです。もうやめて、炊けないで、もうね、もうもう悪いから、やめて、おつきちゃん、そんなに焼肉炊けれないから、もう私たちね、食べれない、食べれない、ありがとう、もうありがとう、すごい、7万ぐらいいっちゃったもん、はいよ、ウーロン茶、うわー、またな、ファンタスティック、あー、ラッス、うわー、もうやめて、あー、ずーっとファンタスティックじゃん、いいな、ほんと、パティクラの1万円、1万6000、あー、じゃあ半分1000円、ありがとうね、お疲れ様です、お疲れ様です、ありがとうございます、お疲れ様です、お疲れ様です、フィリッパ、フィリッパです、よろしくお願いします、めちゃくちゃいいです、なんかお前この弟子みたいな、あーね、ツイキャスやっていきたいの、いや、スワッチ、スワッチか、はい、はい、売れるんじゃない、いや、うん、どうなの政治家、いやでも師匠が誰が作ったんだよね、お前くん、お前くん、お前くん、あ、ファンタリアル、ありがとうね、どん作る、ラスコイ、あー、ラスコイ、ラスコイ、やっぱフワッチは師匠が大事、師匠大事、誰に作るか、店長です、お前くんも意外と面倒見いいからね、そうですね、本当にいるの、師匠、いや、師匠っては、まあ、弟子とは認められてないですけど、うん、習ってます、いくつ、29です、あー、いいな、今年30、でもこんぐらいガツガツしてるんじゃねえ、確かにね、いや、働いてるよ、この場ではちょっとグイグイ行かないと、はい、昼間仕事してた真面目なんだよ、ナナ、うん、ちゃんの前ちょっと緊張するけど、はい、分かるけど、ここチャンスだからグイグイ行かないと、グイグイ行かないと、はい、もったいない、はい、チャンスだよ、もったいない、ありがとうございます、じゃあ俺ちょっと引いとくわ、いやいやいや、ちょっと静かにしとくわ、いやいや、無理、去年たまたま埼玉行った時だけやね、そうっすね、栃木の、栃木行った時だ、あれですね、iPhone その時にちょっと送ってもらったんだ、なんだ、フェリッパーが何ですか、名前、もう本当ゴロです、フェリッパーで、フェリッパー、そうっす、あ、せいじさん名前変えた方が良くないですか、フェリッパーから命名してもらえないですか、いいと思う、あ、いいんや、あ、いいんや、あれ、あれ、もうだってフェリッパーって覚えちゃったもん、あ、ほんすか、ありがとうございます、暇なのに間違えるよ、命名するんや思ったら逆張りできた、うん、ペリオくんところもあれですか、あ、ペリオですね、そうです、名前考えるんですか、お願いします、いやでも今日あったばっかだから、あ、どんな配信するかもわかんないし、見てからだよね、そういうの、あ、スタイルもね、どんな配信するか、いや、
俺結構ふざけてます。なんか特技とか。なんか全身タイツ着たり。ああそういうの吉原系なんだ。吉原系でもないのかな。ちょっとおかしなことやってます。雑談がちょっと苦手です。苦手。はい苦手です。やっぱ鼻からうどん食うんだよね。鼻から吸って口から出すみたいな。なんかみんなやるよね、そういうのになる。どうなんだろう。ありがとう。すごいね。このメンツが珍しいもんね。初めてちゃうから。うん。こうはならへん。多分、貴重君がいないの珍しいんだよね。ああ。いつも機長君が行って、セリ君が行ってって。機長なんか犬おったよな、家。ワンちゃんとね。犬おったよ。なんか体調が悪いみたいだよ。あ、そうなんや。明日来れるの？うん、来れるの。勝手に家行かなくてよかった。で、今なんか TikToker の両タッチョくんって人迎えに行ったんですよ。あ、そうなんだ。両タッチョね。家に泊めるみたいな。すごい稼いでるよ、TikTok なさんねぇ何千万だよ、1ヶ月、2000万ぐらいかね。やばいんだよ、そうだよ、えぐいよな。せいさんも2000万だね。でもせいさんも変わらんくないですか。いやいやいや、あ、追いつかない。あ、追いつかないですか。せいこは奥だもんね。うん、いやいや、行かないからえ、年で言ったら奥行ってるんじゃないですか。行かない、行かない、行くよ、行くよ、行かない。いやいや、ペースで言うたら行ってるでしょ。うわ、またさあ、助けてくれね、あの、せいまんちゃん。あ、みたいなやつ行かないよ、奥は。いますか。でも行ってるペースでしょ。あーあーあー、ロールスロイス1台分。あれそうなんだ。でもワッチって半分取られちゃうからね。半分以下だよ、45%。そうですね、結構、うん、あれだね。ツイキャスはほら7割とかもないと。あ、そんなもないの。うん、ツイキャス多い。うん、そうなんだよ。せいじこの配信見てる。見てます。あ、見てる。あ、たぶんこの間もコメントさせていただいて。あ、そうだそうだ、アイテムいただいた。へぇー、スリッパーです。どん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 配信見ないと上手くなんないから。そうですね、先輩たちを見ないと、はい、見始めたらいつ、いつかな、最初の配信始めたのは。配信見始めたの。見始めたのは。見ることから始まるでしょ、最初。やるより。1年半前ぐらい。1年半か。はい、あ、じゃあ、神回とか全然見てないじゃん、奈々ちゃんの。そうっすね、切り抜きでしか。あ、まだまだね。そっからどう持っていくかっていうのが。まだまだね。みんなに言うけど、私に来てもしょうがないんだよね。せいじ君に行かないと。ツイキャストウォッチだかな。うん。みんな間違いない。入り口は奈々ちゃんでいいんじゃない。でもその後行きづらくなっちゃう。はい、奈々ちゃんに最初教えてもらったんだから、はい、奈々ちゃんに教えてもらえよって言われちゃうよ。もう教えてない、うん、3回目だもんね、会うのが。そうですね、3回目。一緒にあ、3回目ぐらいなんや。うちにも来て、飽きたここないの。お前がそうっすね。難しいよ、配信は。難しいっすね、ほんと。これ見た方がいい、まず、先輩の。例えば誰見たら勉強になるっすか。奈々ちゃんでしょ。せいじ君だよ。奈々ちゃん、せいじ君だ。あと誰だろう、誰だろうね、目標になる。アイテムが欲しいのか、閲覧が欲しいのか。あ、そのスタイルによって違うからね。あ、金が稼ぎたいのか、人気者になりたいのか。なんか人情系とかあるじゃん。ふざけてやっぱ見てもらいたいですね。見てもらいたい。じゃあ、コマイ君かな。ちょっと、ステージ君とかコマイ君系だよね。いや、でも地元のホームレス移しとかいいんだよ。地元のホームレスとか探して。いやいやいや、久保山さん超える人は出てけえへんわ、しばらく。私も見ちゃうよね、あれね。あれ見てまおっすね。え、帰りも久保山さんすか、せいさん。そうそうそう。まあ、あんなにドキュメントみたいに作る人いないもんね。えぐいな。帰りも久保山さん。そう、多いよね。なんかだんだん可愛く見えてくる。最初嫌だった。あ、そう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 。なんか見、怒った、見てます。ね、あ、5倍あ、ありがとうございます。まるちゃんです。政治家はどこに見つけたの。俺はたまたま大津歩いてたら
ガンガン明るい。まあ、先広くね。はい、どうぞ。すごいね。最近なんかテロップにしてるのも出るね。クボドキとか。そうそう。クボドコとかね。あれいつもサムネの絵とか誰が描いてるんですか？あれは自分の絵師さんで。あ、やっぱそうね、かわいいよね。あれ毎回サムネ凝ってるよなと思って。やっぱそうなんだよ、ね。あれ関さんが作ってるんじゃなかったよ。専属の絵師さん。いいな。かわいいですよ。あのアイコンも一緒？そう、出るんですよ。あ、かわいい。うわ、50個です。奈々ちゃんから。あ、ありがとうございます。Thank you。奈々ちゃんのリザーさん。キムチの盛り合わせ。あ、はい、うん、そうなんですね。せいさん、キムチ来たっすよ。あ、ありがとうございます。ちょっとなんかイメージと違いますね。違うね。違うっすね。ちょっと違う。なんかポテトサラダみたいな。なんだこれ。何これ。大根。大根。わからないですね。なんか、乗ってない。なんかソースなんか乗ってるっすね。なんか乗ってるっすね。パンが3人前です。はい。はい、行きます。